今日もマリーナベイに来ました。路上靴磨きをしようと思ってます。幸い曇りですね。でも雨ちょっとチラチラ降りそうですね。バックパックを全部持ってきてチェックアウトをいたしました。まあ、悪くないんですけどね、一番安いんですけど、僕が泊まってるゲストハウスがリトルインディアっていうところにありまして、結構そのインド人が多いんですよね。これ僕が今から言うこと全然人種差別とかではないんですけど、その人種的にみんなあんま風呂入らないんですよね。結構匂いがきついんですよ。あのスティーブ・ジョブスも若い頃インドに行って、それでだいぶインスピレーションを受けてるんですけど、スティーブ・ジョブスも風呂入らんくて有名やったんですよね。だから結構社員からは臭い臭いって言われてたんですけど、まあ、そうなんですよ。結構このあんま入らないですよね。だからもう匂いが、部屋僕8人中6人がですね、8人中6人があのインド人で、結構匂いがきつかったんで、まあちょっと遠いっていうのもありましたしね、せっかくシンガポール来たんで別のところも泊まろうかなと。ただですね、あんまりこうぬるく行くのも嫌やなと思って、今日路上靴磨きで今日泊まる30ドルを稼げたら泊まろうかなと思ってます。まあ、ご飯代も含めて40ドルですかね。40ドル稼げたら泊まる、でも40ドル稼げんかったら野宿という、もう野宿か野宿以外かという靴磨きをね、オーストラリアぶりにやろうかなと思います。This travel already 4 months. It's been 4 months. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you. Could you take one photo? Is okay? Yeah. 今途中経過です。3足磨いて19ドルいただきました。3足で19ドル。なかなかいいペースですね。今3時なんで、まああと6時くらいまでやったらあと21ドル稼げるんじゃないかなと思ってます。ただちょっと雨が心配ですね。一応天気予報見たら曇りになってるんですけど、今ちょっと小雨降ってきて、この傘のところに避難しております。あと野宿か野宿以外かまで21ドル頑張ります。とにかくもう磨いていくしかないんでね。シンガポールで野宿してる人なんていないんでね、シンガポール唯一のホームレスになりたくないんで、あと21ドル頑張ります。ちょっと雨降って3時間くらい雨宿りしてたんですけど、ようやく止んだんで、ちょっと飲み屋街に移動して今日はこっちで路上靴磨きしてみます。雨じゃなかったらね、こっちの飲み屋街のとこまで来てないんで、むしろ雨降ってよかったっていう出会いがここであると思いますよ。残り19ドル、野宿か野宿以外かの21ドルか、残り21ドル、野宿か野宿以外かの靴磨きをしてきます。Maybe this is a better place than Malayu. Of course. Yes. Those places for tourists.
Oh, also tourists? You go to the MRT over there. Yes, here? No, there's an MRT. Yes. Go to the Raffles place. That's right. Thank you very much. That's all. Thank you so much.活かした中国人のファイナンシャルの方の靴を磨いて10ドルいただきました。いや、やってよかったっすね。あと11ドル、野宿以外まであと11ドル、2足くらい磨いたらいけそうですね。頑張ります。Where are you from?I'm from Singapore. Oh, you are Singaporean? Yeah. What do you do? I'm in sales. Yes? Yeah. What do you sell? I sell a...路上靴磨き。野宿か野宿以外かをかけた路上靴磨き。たった今終了いたしました。最後の最後にですね、磨かしてもらった人がなんとですね27ドルくれたんですよ。今あるお金全部払うわって言って27ドルくれたんです。合わせて57ドル稼いだんですよ。だから今日もともと40ドル以上稼いだら野宿以外っていう、こうゲストハウスに泊まるっていう自分ルール持ってたんですけど、結論から言うと野宿になってしまいました。どういうことかというと、まあこうゲストハウス泊まるとこあるかなって探したんですよ。ほんなら高いとこしか出てこへんのですよ。なんか150ドルとか200ドルくらいのとこしか、どういうことって思って探したらですね、分かったんですけど、今10時なんですよ。もう10時超えててチェックイン時間が終わってました。僕レベルが泊まれるゲストハウスのチェックイン時間が終わってました。40ドル稼いだというのにもかかわらずチェックインの時間が終わってですね、僕は今日野宿になってしまいました。これはもうあれですよ、勝負に勝って試合に負けたというやつですよ。40ドル稼ぐという勝負には勝ったんですよ。でも野宿以外という試合には負けてしまいました。これからシンガポールの雨が降ってくるんでね、この先野宿できる物件を探しに行こうかなと思います。でも僕は悔いはないです。やりきりました。ここでやったからこそいい出会いもあったんでね、やりきりましたよ。僕は今日は野宿を噛み締めてやろうかなと思います。悔しい。いい物件見つけましたよ。逆にこれ10万円くらい払わなあかんのちゃうかっていう物件なんですけど、どこかというとここですね。ここどこかというと目の前にマリーナベイが見えますよ。マリーナベイの横にマーライオンです。ちょっと暗いけど、逆に10万払わなあかんのちゃうか。マリーナベイサンズ泊まるのはお金払ったら誰でも泊まれますよ。でもこの天気が良くないと、そして気候が良くないとここでは眠れませんから、今日はここで一夜を明かそうかなと思います。てかようここをええ場所に誰もおらへん、てホームレスおらへんねんな、シンガポール。僕シンガポール唯一のホームレスですよな。でも今日はここで一夜を過ごします。それではおやすみなさい。